はい、えー、9月の3日木曜日のもう少しアンダンテでございます。オッターバの斉藤茂です。今日もオッターバの午後ワイドオッターバンダンテをお楽しみいただきましたでしょうか。えー、編集後期およびこれからオンデマンドで聞く方のためのちょっとしたガイドなどなどをお送りしております。えー、しばしお付き合いいただきたいと思います。えー、台風9号が、まあ、接近した九州北部の皆様本当にお疲れ様でした。 一睡ももできなかったたといいうメールもいただいておりました、えー、今度はこの6日と7日にですねやはり九州方面になると思うんですけど台風15、えー、接近してくるということで明日ぐらいしか、ね、準備する時間がないということですのでくれぐれもあの早めの用意を台風の対策を皆さん一人一人立てていただきたいと思いますお見舞い申し上げます。 さて、えー、昨日詳しくご紹介しましたのでできましたら昨日のもう少し暗算点をご覧いただきたいんですが、えー、いよいよオッターバの新しいホームページが、えー、9月7日オープン予定でございます合わせて昨日詳しく説明しましたが私どもの、まあ、有料コンテンツそしてオンデマンドサービスであります 以前はオッターバープレミアという名前でしたが、今度9月7日からはオッターバプラスという名前になります。そして、まあもちろんオンデマンドを中心としたレディオプログラム。そして、えー、動画コンテンツ。オッターバ .tv。両方とも9月7日オープンの運びとなっております。昨日これも詳しくお伝えしましたが、日本が世界に誇る福田真一さんの福田真一ザ・ギターレッスン。 えー、9月下旬から配信開始なんですけども、えっと、9月7日から予約も受け付けますのでえもう是非ですねあのギター上手に弾けるようになりたい昔上手だったんだけど今いまいちかなみたいな方はですね是非福田先生の、まあえっと、手ほどきをですね受けていただいて、えー、いいギタリストになってもらいたいなと思います。 よろししくお願いします9月7日、新しいホームページ及び、おタたバばプラスがオープンいたします。どうぞよろしくお願いします。さて、えー、先週までですね、連作小説、一文小説をお送りしてきました一応完結いたしまして、いろいろ反省もあるんですけど、何をやろうかなと思って、今、あのー、皆さんから募集してるんですが、あんまりいただけてないんですが、一、えー、つですね、 こういうの来てるんですね。はい。オッター版 CM& キャッチフレーズを考えよう。オッター版の CM& キャッチフレーズを考えよう。というものなんです。で、えー、っと、これはですね、実はオッター版団体が始まる前、 えー、僕がまだですね夜の番組のレギュラーをやらせていただいた時にオッターバの、まあ、要はコマーシャルとかオッターバのキャッチフレーズをもっと考えてオッターバを知らない人にこう刺さるようなねフレーズをみんなで考えようってことで結構盛り上がってたんですけど、えー、これをですね是非復活したらいいんじゃないかということで、えー、提案をいただいたのはシフニンさん、えー、と本職は作曲家で音楽家でいらっしゃいます。 もう少しアンダンで今後やってみたいこと自由に募集ということでエントリーをしますえ去年の今頃やっていたオッターバのキャッチフレーズを考えようというコーナーを再び募集してみてはいかがでしょうかオッターバの宣伝を考える短い一言でのキャッチフレーズはもちろんのこと文章にしてスポット CM を作成するのも楽しいかと思います個人的に昨年の続きをぜひ作ってみたいというわけで早速オリジナル BGM とともに送付します <laughs> ということで、まあ、シフニンさん作曲家で音楽家なんですけどなんとこの「えー、もう少しアンダン点」のためにわざわざ音楽を作ってくれましたで、えー、スポット CM 案も作ってくれたのでこれちょっとやってみましょう、えー、全然リハーサルしてないんであんまりうまくいかないかもしれませんがじゃあシフニンさんの音楽これ僕のねこれここにあの私のパソコン <laughs> ここからあの音を出しましてですね えー、僕がじゃ読んでみますんでやってみますね,ね全部で一分ぐらいの音楽になってんですやってみましょう。<music> お月様に住むのはウサギだよね？いやカニじゃないかな？いやロバでしょう。ワニじゃないかな？いや髪の長い女性でしょう。 同じ月の影を眺めても国によって人によって違ったイメージを思い浮かべるけれど見てる月は全く同じなんだ世界中どこでも聴けるいつでも聴ける同じ音楽を聴きながらそれぞれの土地で 違ったイマジネーションをかきたててくれるお月様を眺めながら今夜も聞きたいなああなたのそばにいつも寄り添ってくれるそれがオッターバー いやーちょっとなんかぶつけにしちゃよかったんじゃないですかなかなか一回だけ聞いてたんですけどシーフリンさん本当に忙しいのにね音楽家のお仕事もそれ以外のお仕事も本当に忙しいのにこういうトラックを作ってきてくださって、えー、コピーも考えてくれてなかなかよかったですね。オッターバーが世界で聴ける世界中の人たちとコミュニケーションできるそして世界中の人たちと分かち合えるクラシック音楽をあのみんなで聴けるっていうのが見事に。 入っててもうこれこのまま採用でもいいんですけど皆さんどうですかねオッターバーの、えー、CM キャッチフレーズを考えようもしシフリンさんのお考えに賛同される方いらっしゃいましたら是非ですね、えー、こちらにお寄せいただきたいと思いますちなみにせっかく作ってくださったんでこの BGM を使ってくださっても構わないですえー、まあもう皆さん覚えましたねあこれ違うこれ違う これ屋久島の音だ。間違っちゃった。すいません。段取り悪くてすいません。うんとシフニーさんの音楽ね。これです。これ。 漫画持たない。<laughs> という、これがシューフリンさんが作ってくださった。えー、音楽です。あ、もう屋久島いいよ、屋久島いい。屋久島いい。あ、屋久出てきちゃった。 これまた別の機会にはいえー、ということでもしよろしければオッターバの CM フレーズを一緒に考えてみてくださいよろしくお願いしますそれでは、えー、今日はそろそろあそうだ今日の登場人物のお名前読まなくちゃ、えー、今日あの番組でご紹介させていただいた方のお名前だけ読みます今日読めなかった方もたくさんいらっしゃるんでこれはまた明日続きは読んでいきますが、えー、パパラヒロシさんマヌーメイアンさんバッサリノロコさん 小鉢さん初めてのメールありがとうそれからイタリア好きのリタリンさんえー、っとお名前のない方チャイコスキーのバイリン教祖国へのリクエストそれから茨城姫さんお誕生日おめでとうございますポルフィツキーさん、えー、バックオブバックスさんえー、っと冬のマスク情報を送ってくださった宮原さんそれからベルギーからヨッシーさん えー、そしてお名前のない方以上、えー、今日の登場人物でした。ぜひオンデマンドも気になってみてください。明日も生放送やりますんでどうぞよろしくお願いします。明日生放送何だんてあるんですが、ちょっとその後番組の収録がいくつかありましてですね、おそらく明日はもう少し安断て、えー、お届けできないかもしれません。来週になります、えー。それでは一足早いんですけども、あの台風10号への備えくれぐれもよろしくお願いしますね。 それではまた斉藤茂でした。